ありがとうございます。この列車は普通列車の平崎行きです。これから先、鶴田森、三田柳、林崎、栗崎、川辺、大城市、終点平崎の順に各駅に停まります。この列車は強風のため10分ほど遅れて五所川原駅を発車しております。ただいまこの列車は10分ほど遅れて五所川原駅を発車しております。列車が遅れましてご迷惑をおかけいたします。このままの遅れで参りますと、途中の板柳には11時34分頃、川辺11時47分頃、終点弘前には12時頃の到着を見込んでおります。なお、このままの遅れで参りますと、途中の川辺から11時45分発、普通列車の青森行きには通常通り接続できる見込みです。このままの遅れで参りますと、途中の川辺から11時45分発、普通列車の青森行きには通常通り接続できる見込みです。この列車は3両で運転しております。お手洗いは2両目と3両目にございます。車内はお手洗いを含めまして、すべて禁煙です。車内でのタバコはご遠慮ください。携帯電話、スマートフォンをお持ちのお客様は、音が出ませんよう、マナーモードに設定の上、通話をお控えください。この列車には優先席がございます。オレンジ色の指定席が優先席です。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りください。乗車マナーへのご理解とご協力をお願いいたします。この列車の1両目と3両目のドアは押しボタンで開きます。お降りの際はドアの横にございます。開くのボタンを押してお降りください。次は鶴田に止まります。
もなく六鶴台に停まります。降り口は右側です。鶴止まりに停まります。降り口の右側です。
まもなく板柳に停まります。降り口は右側です。林崎に停まります。降り口は右側です。
わりが。藤崎に停まります。降り口は右側です。
着川辺、川辺に停まります。1番線に到着いたします。降り口は右側です。川辺の乗り換えについてご案内いたします。大宇線普通列車の青森行きは2番線から11時45分の発車です。普通列車の青森行きは2番線から11時45分の発車です。青森行きは発車時刻を過ぎておりますが、この列車のお客様を待ち合わせております。降りたホームの向かい側2番線に停車中の列車にご乗車ください。まもなく川辺に停まります。1番線に到着いたします。降り口は右側です。川辺から列車の進行方向が変わります。発車準備のため少々停車いたします。発車までお待ちください。